はい、ではイベント内容はこの内容でフィックスしたいと思うんですけど、次は、次回の、新規チャイルについてなんですけど、何かあります？そろそろ男性キャラも追加してもいいんじゃないでしょうか。ツインテールのチャイルドって実装してもらうことできないですかね。クロマニパツンとかどうですか。くびれはどうでしょう。やはりベスキャといえばお尻ですよ。ヒップラインが魅力的なキャラクターを魔法高生の皆さんは絶対に待っています。お尻？いや、おっぱいでしょう、やっぱり。今、世の中はやっぱりおっぱいですよ。いやいや、そっちこそ何言ってるんですか。どう考えてもお尻ですよ。海外の有名サイトだったら、もう圧倒的におっぱいですよ。やっぱりここはおっぱいで進めるべきじゃないですか。いや、進化の過程で、우리는엉덩이를보고진화했어요。가슴은진화과정에서엉덩이모조품으로생겼을뿐입니다。모든것의근원은엉덩이니。やっぱり、列車だって、おっぱいですよ。おっぱいがライブ 2D で入れる。これが大事なんですよ。すべては、お尻から始まってるんですよ。次の列車のキャラは、やっぱり、おっぱいですよ。いや、次こそ、お尻チャイルドで。おっぱいだ！お尻だ！わかりました。魔王候補生に決めてもらいましょう。望むところです。魔王候補生の皆さん、急なお願いで申し訳ありません。私たちに力を貸してください。公式ツイッターからお尻かおっぱい、好きな方に投票をお願いいたします。皆様の清き一票をお待ちしております。